私はソラ、結婚して嫁ぎ先の義実家で旦那とギフと3人で生活している。じゃあ行ってくるわ。行ってらっしゃい。旦那のエンジはサラリーマン。さてと、家事も一段落したし今日も始めますか。私はフリーランスをしており、長らく在宅で仕事をしていた。ソラちゃんはいいな、在宅で仕事ができて。これから結婚しても家事しながら家で仕事できるじゃん。やっぱり手に職ってもんね。うん、そうだね。そんな感じで昔から友人たちに羨ましがられており、午前中にはこれ片付けて、残りは午後あれやって、でその後メールで連絡入れて、自分でも理想的だなと思っていたのだが。おーい、ちょっと来い。おーい、またか。なんでしょう、お父さん。遅んだよ、お前は。呼んだら3秒で来いよ。そんなルールありましたっけ。3秒ルールだろうが。誰が決めたんですか。俺が決めたんだよ。いいから足を揉め。このギフの鉄がとてもわがままで厄介。またあよせんか。お前顔にまたって書いてあるぞ。わかってんじゃないのよ。わかってんじゃないのよって顔してるんじゃない。はい、わかりました。もちろん足腰が弱ってきて介護を必要としているギフの世話をするのは家族であり嫁である自分の役目だという自覚はあるのでお世話をしているが、下手くそ。私を何でも言うことを聞くヘルパーかのように扱うことが嫌だった。ああ、何回やってもお前本当にマッサージ下手くそだな。もういいからお茶持ってこい。あと3時になったら散歩連れてけよ。はい、毎日こんな感じで仕事に家事に介護に忙しすぎるよ。おまけに鉄はわがままだし、ストレスしかたまらなかった。もっとゆっくり押せ。俺を殺す気か。もっとゆっくりですか。つべこべ言わずやれ。せめて無駄なことで呼ばれなければいいんだけど、ちょっとはこっちの身になってほしい。全然仕事も進まなかったよ。疲れ果てた私は思い切って旦那のエンジに相談したのだが。親父を施設に預けたい？それか仕事を辞める？私家にいるけど自分の仕事もしてるでしょ。だからそれに家事全部と介護入れるとちょっと大変で、あと言いにくいけどお父さんちょっとわがままで、何でもかんでも呼ばれるから全然まとまって仕事できないし、それかせめて昼間だけでもデイサービスとか。何言ってんだよ。ダメに決まってるだろ。甘えるなよ。嫁のお前が家にいるのに施設預けたってなったら、だらしがない嫁だって近所で評判になるだろ。でも私家で働いてるじゃない。ダメダメ、世間では在宅増えてるらしいけど、この辺りはまだ田舎だからそういうの珍しくてみんなわかんないんだよ。それにお前の仕事なんてパートみたいな簡単な仕事だろ。仕事の合間で十分家事と介護両立できるだろ。何よそれ、ひどい。別に家でやってるからって簡単なわけじゃないし。ともかく親父も昔から施設やデイサービスだけは行きたくないって言ってるし、俺がいいって言っても無理だろうな。お前の人に優しいところが好きで結婚したけど、今回の件で意外と冷たい人間なんだなって分かったよ。何よそれ。仕事辞めるのは勝手だけど、今までお前が負担してきた分は俺の給料から出さないからな。だったらエンジだって少しは家事や介護手伝ってよ。土日だって全部私に任せっきりじゃない。俺は外で立派に家計を支えるために働いてんだよ。土日くらい休ませろ。休むかっていつもどこかフラッと行っちゃうじゃない。うっせえ、つべこべ言ってないでお前は家のことを全うしろ。全く取り合ってもらえなかった。はい、すみません、ご迷惑をおかけします。その後私は無理を言って仕事を少し調整したが、それからギフのわがままにもっと付き合わされるようになり。おい、ちょっとこっち来い。疲れは増すばかり。限界たっちゃ。なんだこの顔、私こんなに老けてたっけ。そういえば最後に美容院行ったのいつだ。っていうか私ここ1年買い物と鉄の散歩以外ほとんど家から出てない。これって軟禁。そう思考回路も怪しくなってきていた頃、かすみちゃんが結婚。わー、おめでとう。式はいつ。絶対行くからね。仲のいい友人が結婚することになった。さすがに友人の結婚式は行かせてもらえるだろう。そう淡い期待を持ってエンジに相談すると、いいよ、あっさり OK をもらった。久しぶりにかすみちゃんたちに会えるわ。外出も久しぶりだし、やったー。ルンルルン。おい、前見ろ。テンションのぶち上がった私は元気も回復し、しばらく楽しく過ごせた。しかし結婚式もあさってに迫ったから、エンジ土曜日お願いね。食事は冷蔵庫に用意しておくからね。あとお父さんの。ああ、土曜日は無理になった。明日から出張で月曜日帰ってくる。急に入ったんだよね。ちょっと待って、返事大丈夫だって言ってたよね。かすみちゃんになんて言えば。しょうがないだろ、仕事なんだから。諦めきれなかった私は最後の望みをかけて鉄に相談。お父様、土曜日の昼間だけ家を開けてもよろしいでしょうか。親友の結婚式がありまして、どうかお願いいたします。土下座までしたから、さすがに今回は。ま
お前にはいつも世話になってるからな、行ってこい。お父様ありがとう。こら話さんか、バカか。お前は現実ダメだ。俺の世話はどうするんだ。ええ、まったくお前は。一瞬のあれは妄想。かすみちゃん本当にごめんね。うん、お祝い何か送るからね。たった一つのお願いも聞いてもらえなかった。私はおい、モナドーの持ち菓子買ってこい。ヘイヘイ、わてわて、お前ヘイヘイとは何事だ。持ち菓子100個ください。100個。いろいろどうでもよくなり始めていた。そんな矢先。ああ、もう疲れたよ。こんなに一生懸命やってるのに友人の結婚式の一つも行かせてもらえないなんて。エイジにスマホを忘れていきよって。バカだね、出張だってのに LINE いっぱい来てるじゃん。こうなったら見ちゃえ。パスワードは多分あれだろう。もちもち、はやっぱりね。ひさめ、エイジさんどこ。会社の告発って、ちょっと待てよ。土日急に仕事や休養多かったけど、そういうことだったのね。全てがつながったわ。私の中で何かが切れた。一方はぁ、いいわね、久しぶりの温泉も。でもスマホ忘れてくるなんてエンジさんもバカね。なあ、俺としたことが。まあスマホ見られることないだろうな、あいつ鈍いし。今回だって仕事って言ったら信じたからね。あいつのいいところは素直なとこってわけだ。なんかひどいエンジさん。ちょっとこっち来い。再び空高。おい、お前こんなに大量に買ってきよって。適量というものがあるだろう。バカにしてんのか。なんでお前みたいな敵の悪いやつが嫁に来ちまったんだよ。本当によ、俺だって綺麗な淑女に世話されてえよ。お父様、大変失礼を申し訳ございません。私め少女疲れが出てきていたのでございます。会社中で敵の悪い嫁をどうかどうかお許しください。な、なんだよ、やけに素直だな。わかりゃいいんだよ。はい、そのお詫びとしてはなんですが、あーだこーだこれでどうだでございます。おお、なるほどな。私は殿を説得し、明るげ強火デイサービスへ預けることに成功。お父様、いってらっしゃいまし。残念ながらこの時ばかりは、受かりすぎた義父には私の顔に書かれた文字が読めなかったらしい。その夜。ただいま。ベンジー、親父どうしたの。血相がいて、なんだよその顔。俺はあいつを信じて期待していったのに、あいつに、あいつにはめられたんだ。はあ、友達が施設で働いてて聞いたんですけど、モナリザエンってペッピーさんがたくさんいるらしいんですよ。お父さんも私みたいな冴えない女より、たまには綺麗な淑女にお世話してもらいたいでしょ。そういう意味でもたまにはデイサービスとか行くのもいいと思いますけど。テツさん、して。ちょっと私があげるんだから。確かに悪くない。だけど実際に行ってみて、女の職員なんて見当たらないから聞いてみたら、今みんな辞めちゃって女性のスタッフいないんですよ。すみません。うえ、な、なに、あいつ嘘つきやがった。いい男じゃない。お名前はなんて言うの。わからないことがあったら何でも私に聞いてちょうだい。お世話してあげるわよ。ちょっとクロワさん、私が見つけたんだから。いいじゃない、この際二人でシェアしましょうよ。ギャー、あいつ絶対に許さん。親父そんなことより空の荷物がないじゃないか。なんだこれ。その日私は寄付を送り出した後、荷物をまとめて家を出た。お世話になりましたで、ソーロー達者でな。アディオス。本当に出てったのか。エイジには置き手紙と。バレてたのか。愛人との浮気をまとめた冊子と緑の紙を置いていった。その後、かすみちゃんおめでとう。遅くなってごめんね。動かぬ証拠により慰謝料をもらって、エイジとサクッと離婚できた私は。ありがとうソラちゃん、なんか肌ツヤ良くなった。なんか眩しい。そうかしら。とても快適な日常を過ごしていた。エンジとヒサメは意外にも愛を貫き、俺と一緒になってくれ。エアジさん、なんだかんだくっついたと聞いたが。おいお前、なんだこの味噌汁は。舐めとんのか。文句ばっか言うなら草でも食ってろクソデジ。なんだとお前、いいのは顔面だけだな本当に。はぁ、中等じゃないのよ。そら、奴らのその後は